はい、皆さんこんにちは、ロキです。今回はですね、カメラ転売の魅力、これだからカメラは売りやすい、客層の良さについて分析ということでお送りしていきたいと思います。この動画を見てですね、初心者の方は特にですね、取引について心配される方っていうのが非常に多いと思うんですけれども、安心していただければなというふうに思っておりますので、早速中身に入っていきましょう。まずカメラ転売の客層を分析するということで、年齢層についてはやはり大人の方が非常に多いです。そして比較的年齢層高めの方が多いんじゃないかと思います。人柄についてはもちろん良いということで、温厚な方が非常に多いような印象があります。経済力に関しては裕福な方が多いというふうに感じます。あくまでも私がこれまで取引をしてきた中での感想なんですけれども、お取引をさせていただく中でですね、コメントでのやり取りをしているとこういったことが感じられます。特にですね、お電話で対応させていただくこともあるんですけれども、やはり年齢層は高めの方が多かったように思います。そしてやはり人柄は非常にいいということで、スムーズに取引が進められるということになります。なぜですね、そういった人柄がいいのかというとですね、やはりここは大きなポイントなんですが、経済力が非常にある方が多いような気がします。これはですね、カメラを趣味にされる方というのはやはり比較的経済力がないとですね、こういった高額商品を趣味にするということは難しいので、こういった高額商品を趣味にできる方々というのはですね、やはり資金にも余裕がある方ということで、この経済力がある方というのは基本的に人柄ができた方がもちろん多いですし、若い方というよりはどちらかというと大人の方の方が多いというふうに言えます。以上のことから考えると、これも私が取引を通じて思ったことなんですけれども、信頼さえ得ればですね、リピーターになってくださると。カメラも当然趣味にされている方は、気に入ったカメラやレンズがあれば、まずですね、信頼されているということで出品ページを見てくださってですね、即決とかで買ってくださる方も非常に多いです。そういう意味でですね、一度取引でしっかりとした対応をさせていただいて、それが信頼につながっていればですね、レンズの交換の際であったりボディの交換の際にはリピートとして買ってくださることが非常に多いということが言えます。そしてやはり温厚な方が多いですので、クレームがかなり少ないです。これは取引をしていく中で本当に思うんですけれども、よほどですね、故障しているとか、もう初期不良の問題ですね、そういったことがない限りは、多少の擦れ傷であったり外観のコンディションが、悪かったとしても、そこまでクレームになることは少ないと。あくまでも中古品だということで、割り切ってくださる方が非常に多いです。そして落札価格が高騰するということで、一部マニアが多いということで、全ての方がマニアとは限らないんですけれども、こういった、高額商品ですので、経済力がある方が入札に入ることが多いというふうに考えたときにですね、やはり落札価格が上がりやすいというふうな感じがします。そして万が一ですね、クレームとかになったときもですね、非常に対応がしっかりしていて、こちらにストレスをかけることないようにですね、あくまでもですね、こちらのミスで不良を出しているにもかかわらず、しっかりとした対応でクレームというかですね、返品対応をさせていただくことができると、気持ちよく取引ができるということになります。ということで結論、カメラ転売は取引のストレスがごくわずかで、とても気持ちよく稼げるビジネスです。安心して取引をしていきましょう。ということで、初心者の方は特にですね、取引の際構えてしまうことが多いと思うんですけれども、そこはですね、あまり心配しないで、どんどんカメラを売って、そしてどんどん利益を上げていってくださればなというふうに思います。それでは今回はこれで動画を終わりになるんですけれども、私の方でですね、初心者でも安心にカメラ転売に臨んでいただけるように、こういった YouTube の動画よりもですね、濃い情報をメルマガの方で発信させていただいております。そしてこのメルマガに登録していただいて、すべて読んでいただくとですね、
私からですね、仕入れに関する裏技のご紹介などもさせていただいてますので、ぜひですね、下記リンクからメルマガのご登録もお願いいたします。それでは最後までお聞きいただきありがとうございました。